黄金の逆棘のもたらす永遠の苦痛の中でミドラーはナナヤの言葉にすがっていた。耐えてください、それは呪いの言葉であった。ナナヤってもしかしていい人じゃないの？そりゃ結構な年の差婚だもんな。腹に一物二物ぐらいあってもおかしくないよな。なんだ、なんとか罰の体験。犠牲者を内から貫く幾本もの逆棘はゆるりと巻き取られている。あれは刺さってた逆棘はミドラーの狂い火を抑えていたのではなく、純粋な拷問だったってことか。結構えぐい拷問だぜ。しかもそれを耐えてくださいって、プレイにしてはちょっとハードすぎるな。ミドラーの狂い火、狂い火の王は焼き溶かす苦痛、絶望、呪い、あらゆる罪と苦しみを。だがミドラーもまた王としては弱すぎた。まあ、ミドラーが弱いっていうよりカーリアの変貌が強すぎた。でもう一個最後に試したいことから、ちょうどカーリアの変貌を持っているうちに、というのも捨てられた日誌にオキナの倒し方が載っていたから、それを実演してみる。できた！なるほど！パリすることで最悪、パリすることで実体を捉えられるのか。よーし、これでもう怖くない。てかでもパリして実体が捕捉できるってどういう仕掛けなんだ。沖縄の歓喜、道の駅とかのお土産にありそう。ミドラーがなぜ狂い火を受領したのか、まあおそらくマリカ・メスメル軍に抵抗するためというわけではなさそうだよね。時系列的にも多分聖戦が始まる前からミドラは狂い火を受領していたっぽいから、まあそもそもね、聖戦に抵抗するためだったらこんなベルラートからも影の城からも遠い場所に今日構えるのは不自然だし。じゃあなぜ狂い火を受領したのか、まあ、一つ考えた考察があって、角人を救おうとしたんじゃないかなと。まあ、この影の地では、まあ、角人って、角人の角ってすごい神聖なものっていう風に扱われてるけど、普通に考えて、人間に角は生えないじゃないですか。元も子もないけどさ。まあ、それが外なる、大いなる意志のね、何かの遺伝なのかなんかよくわかんないけど、ミドラーは角人の角自体は何かの呪い、何かの罰だっていう風に、捉えてたんじゃないかな。だから角人の角を焼き払うことによって角人を普通の人間に戻してあげようとしたんじゃないか。でも結果狂い火に飲まれてしまったと。何を燃やしたかったのか、ミドラーの館。恐るべきダンジョンだったけど、その分謎も多いな。指遺跡に行きたくて一つスルーしてるところがこの廃寺教会。この廃寺教会から、まあ、一見段差があるけど、ここら辺行けるか。ここら辺から上がってこう右に行くっていう経路だと思うんで、廃寺教会進めていこうか。ダンジョンなのか、それともはたまたボスだけの。いやでもちょっと待って、冷静に考えたらさ、教区、影の城教区っていうエリアのボスとまだ戦ってないな、冷静に考えたら。ひときわでけえのがいるわ。まるで、神戸を垂れるかのように、すべてのエイリン草が、エイジュにかしづいてる。いや、エイジュというか、でかい、ひときわでかいエイリン草に、かしづいてるのか？これ何？敵？でもただでっか。エイジュの化身！ちょっと、化身ですか？うわっ！いった出血マンド、強いけど、黄金寺の化身と同様なら、雑魚敵か。とか何にも考えず来ちゃったな。まあ、いっか。どうせ、うわ、いって。ちょっと待って。攻撃範囲が尋常じゃない。モリモリの実の能力者だ。くそ、タイミングがわからん。いや、タイミングわからんて、近づけん。え？めっちゃ体力低くねえか、こいつ。はい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 、ちょっと多くねえか。物量は、エルデの流星に匹敵するな。でもこいつめっ
ちゃ体力低いんだけど。ほいしょっと。これで、終わり。勝ったか。でもこっから多分、形態変化だ。ん？あ、倒してなかったのか。危な。地面入ったわ。で、多分こっから、第二形態だと思うんだよね。本番だと思うんだけど、俺、来た来た。同じ。同じ。なんだそれ。ちょっと、待て。早い。ちょ。え？一緒じゃね？あ、ちょっとパターン変わってる？ただ、アニメと OVA 版ぐらいの違いしかなさそう。まあ、ちょっと攻撃パターンが、苛烈になってるけど。体力も少し増えてるけど、根幹部分はほとんど変わってないな。何が変わったんだ？毛先整えたのか？カジャが刺さりまくってる。めちゃめちゃ特攻乗ってるわ。なんでかな。やっぱ黄金受精力であるマリカが嫌うメスメルの火だからこんな効くのかな。くそっそ、喉越しを味わう。くー、この夏はこれが一番だぜ。これで終わり。よっしゃ。これもしかしてまだある？これまだあるだろう。嘘だよな、エイジュ。おい、マジかよ。まだあるの？なんだそれは。やばい。へたれてるし、なんか BGM もすごい哀愁漂う感じになってる。切ない感じになってるんだけど、どうした？なんかだってエイジの化身もさ、心なしかしおれてね、元気なくね。なんか水やり忘れた夏場の朝顔みたいになってるんだけど、覇気がない。攻撃パターンは一緒だね。っていうか、形態変化するなら、3段階も変化するなら、せめて、デスタムぐらい用意してくれ。これ死ぬわ。あ。さあ、エイジのふもと、お膝元、エイジの化身戦であります。一箇所に固定して暮らし、細胞壁を持ち、光合成を行って、主に空気や水から養分を取って生きている生物を、総じて植物というわけでありますが、そのどれも今のところ当てはまる気配はありません。ひまわりのストライクゾーンには、不気味な輝きが複数個。これでこちらを捉えているんでしょうか。3メートルは優に超える巨体と、トゲのツタを使い、遠近ともに苛烈な攻撃を繰り出してくる。これが植物であっていいのか。環境保全団体も消去を取り戻しそうな、そんな風貌でありますが、草には火が効くという最古の相性関係を利用しながら攻めていくわけであります。全く恐ろしい見た目でありまして、まさにビーガンも素手で火炎放射器をぶちまけるビッグモーターで四方を囲めと言わんばかりでありますが、仮に化身が植物であるとすれば、このばらまかれる花粉はおそらく鼻水が垂れるところではすみません。全身の穴という穴から命がこぼれ落ちていく。さあ、まずはファーストダウン、先発の化身をノックアウトだ。次の化身は汗人の目の前に出てくる仕様となっております。そのため戦いやすいポジション取りが重要になってくる。霊薬で乾いた喉を潤して、中継ぎの化身の登場であります。ぐーんと背伸びをして、まだまだ元気いっぱいだエイジの化身。まずはカーリング女子日本代表から着想を得たスライディング3発、合間合間にカジャを差し込みダメージを稼いでいきます。この中継ぎの化身でありますが、遠距離ではトゲのツタ連発により、いささか戦っていく上で相性が良くありません。なるべく距離を詰めることが大事。接近して誘発したい攻撃がこちら、2回転切り。一撃入れて離脱、顔の横に陣取ってメスメルの強襲。このつかみ攻撃は家電が動いた瞬間に後方へローリング。さすが封印の木すら焼けるメスメルの種火だ。エイジがまるで枯葉のように溶けていく。さあ、次の攻撃は何だ。この腕の振り下ろし3年後は絶好の冠者の打ち所。
人を連打のあまり距離を空けすぎないことが肝要となってくる。さあヒットポイントもだいぶ削れてきたぞ。この攻撃を待っていた。ローリングでかわして一撃入れて、さあ横に陣取ってメスメルの除草剤で中継ぎもノックアウト。334どころではありません。2回目の致命を入れて一つ呼吸を入れていく。大技はどれだけタリスマンを積んでもカゴなしはワンパン、カゴ愛は丸ボロ。さあやってくるのはクローザーの化身であります。右手の戯曲のレイピア、その猟犬ステップ、タイミングをつかめるかどうか。エイジュに光が集まって渾身の射幕をかわしていった。すぐさまへたれたところにメスメルの強襲で襲いかかっていく。火属性の特大ダメージ、しかもこれは串刺しのおまけ付き。これはさすがに欲張りすぎたか。停滞反撃、そのままメスメル2周目。これは危ない、かなり危ないぞ。一番楽な攻撃で助かった。さあエイジ大花火3連はどうだ。まずは一発、2発目はどうだ。おっとこれは終わりに判定が引っかかったか。しかしそれは不幸中の幸い、一気に距離を詰めてエイジメスメルの槍で殺臭していく。先発中継ぎクローザー全員漏れなく大炎上。エイジゆっくりと燃え尽きていく。うわー、やっと終わった。強かったわ、エイリン層の追憶。ミケラの大ルーン、ミケラの大ルーン、捨てられたミケラの大ルーン、完全に壊れており恩恵が戻ることはないが、ただ魅了に抗う力だけが残っている。ミケラは影に隠された塔に向かった。その黄金の体も力も宿命も全てを捨てて、始まりから続く因果を超えて全てを抱く新しい神になるために。よくわからないものを外に勝手に捨てちゃダメだぜミケラ。やっぱり俺がミケラを叱りに行かないとな。不法投棄はやめろって。特別下に行けるとかもなさそうだし。じゃあどうやって指遺跡の方行くんだろう。全然見当もないというか、ここは終着点なのか、もしかして。だとしたら指遺跡に行く手段が一つも分かんなくなっちゃったんだけど。エイジュとは黄金樹の影であった。律とは呼べぬ暗い思いから生まれ、それゆえに脆くねじくれていた。あ、エイジュ自体も黄金樹、黒子と鏡の関係みたいなもんか。幻のシックスメンだったんだ、エイジュは。エイリン層の大化、植物で人をぶん殴るって新しいね。影の地。俺これじゃなくてさ、あれが欲しかったな。エイリン層の怒りみたいな、あれが欲しかったけど。じゃあこっちで。暗いエイリンの頭突き地味、この地味さは影。あー、エンシストリでそういえば滅ぼしてなかったわ。よーし、あーんだりーな。まあ、でももう今さら。え、黒騎士ガル、ちょっと待って、これボスなの？しかもなんだ今の。おい、ベロチューされたって初対面で。おいでアンドレアス、盛り合おうぜ。うら、決めちゃってくれアンドレアスの旦那。ナイス。なんか変な攻撃方法持ってたな。黒金の大盾、いいコンビネーションでしたねアンドレアスさん。ねえ、また戦いましょうよ。照れてるかわいい。ここら辺の探索甘いな、マジで。やらなきゃよかった、串出し工ごっことか。ショール職人が残したメモ書き、扱いに注意すべき点が記されている。ゴーレムのショールが燃えている場合、その中に壺の炎を混ぜないこと。特に逆巻く、渦巻く炎は弦に避けること、避けること。もしかしてゴーレムってなんか燃えてる中に壺の炎ぶち込んだら即死させられるのか、もしかして。なんか今までバカ正直に戦っ、あ、待って、あ、そういうこと？あ、これか。なるほど、ジョーロの面で作れるこれを使うんだ。はいはいはい、これをあのカゴの中にぶち込めば一撃で吹っ飛ばせるってことじゃないの？あ、いけそう、待って、いけそうだ、いけそう、いけそう、届いた？あ、めっちゃダメージ入ってる。即死ではないんだ。即死ではないけどめっちゃダメージ入ってるぞ。3万ぐらい入ったわ。これを開け続ければいいわけだ。やばいんだよなこれ。あっち
なんで33にもなってゲームで玉入れしなきゃいけねえんだ。ほらもう一個おまけだよ。はあ、やっと倒せた。青水の割れしずく。水物なら青より肝がいいな俺は。よし、オッケー。コツ掴んだわ。スズランの結晶しずく。一定時間霊体の攻撃力が高まる。あ、なるほど。あ、これ持って外遊船トレントに乗りながら戦えたんじゃない。秘技の巻物。白い樹皮の巻物、影に隠された塔にあるという神の門の秘技が記されている。神の帰還は王により導かれ、王の魂にはより代が求められる。王、神の帰還、神っていう、ミケラ、ミケラの帰還は王によって導かれる。王って誰？この影の地における王って誰だろう。角人側の王様かな。ミケラが神としてなるためには角人の王が必要で、王の魂にはより代が求められる。いやー、やっぱあれだよ。ここにさ、吊るされてるさ、人間いるじゃん。あれでしょ。てか、絶対ラスボスあれじゃん。この角人の王をより代に、この角人、イサビトの魂をより代に、角人の王が蘇って、そこにミケラが宿って戦うみたいな。絶対そんな感じだろう。で、あ、待って、違うな。いや、待て。モーグの死体をより代にするんじゃないか。モーグの死体をより代に、角人の王を下ろして、それとミケラがタッグを組んで戦うみたいな。そんな感じじゃない？待て、これ、アースバッハに教えてやった方がいいよな、多分な。お、来た！秘技の巻物を渡す。これどう？ほう、これは。どうですか？アンスバッハさんの意見を聞きたい。なるほど、そういうことでしたか。なんで分かったんだ、教えてくれよ。全くジリスとはいつもろくでもないものですな。モーグ様を利用し影の地に至るだけでは飽き足らず、その遺体をすら、やっぱりそうだよ。魂など必要なく、ただ空っぽの肉体だけを求めるなどと。やはりそういうことか。ああ、けれどミケラ様はきっとそれが恥ずかしめであるとは想像もされないのでしょう。我が主が哀れすぎるではありませんか。多分エルデンリング屈指の哀れキャラだと思うわ。アセビト殿、感謝いたします。飛行のおかげで疑問を解くことができました。しかし本当にろくでもないことです。私はもう老兵です。無謀に語ることもできない、おごることもできないか。どうしようもなく分かってしまうのですよ。我が刃がいかに鍛えようとあれに届こうはずもないことが。それほどか。おい、でもアンスバッハ、お前レダに狙われてるから気をつけろ。全く本当にろくでもないことです。気をつけろ、マジで。フレイヤはどうだった？クソデカ一人声が聞こえん。どうだ進捗は？すまんが今取り込み中だ。この人まだやってる。アセビト殿、これをフレイヤ殿にお渡しいただけませんか。貴公のおかげで彼女の疑問にも答えが出せました。フレイヤ殿は私とは違います。答えの先にきっと燃えるような優を誇るでしょう。存外私はあの豪傑が好きでしてな。フレイヤへの手紙。しかし私もおせっかいなことですな。自らは何もできぬというのに。アースバッハさん、いい人。ちょっと死なないで。レダが狙ってるから。老兵アンスバッハが明石市フレイヤに宛てた手紙。彼女の疑問に答えるもののようだが、紙片は折りたたまれており読むことはできない。いや、普通に折りたたまれてるだけで読めないの。読めるだろう。そういえばさ、ミケ、あ、待って、今唐突に思い出したわ。ミケラとさ、いや、やめとこう。これは俺の中で残しておこう。いやー、まあでも、ミケラとさ、ラダーンがさ、なんか約束してたみたいなことフレイヤ言ってなかった？ここにどうラダーンが関わってくるんだろう。おっす。ほら、これが欲しいんじゃねえのか、フレイヤ。物欲しそうな目で見やがって。ほら、やるよ。ありがたく思え。一体何事を。
わかったか、文字読める、読み上げよっか。なるほどな、絶対わかってない。桐生一馬のなるほどの波に信用できない。名誉ある最後を得た将軍の魂よ。ミケラ、え、いいじゃないか。いや、よくないです。ジェーレン G には悪いが、ラダン将軍には戦いこそが。ちょっと待ってくれ。名誉ある最後などよりもずっとな、終わりなき戦い、燃えるような戦い、それこそラダーン将軍、それでこそ獅子だ。え、待て、ちょっと整理させてくれ。モーグの肉体をよりしろに下ろす王は角人の王だと思ってたけど、角人の王ではなくラダーンを下ろすので、ミケラとタッグ組むの。終わりじゃん。じゃあこの世は狭間の地、終わりだよそんなの。え、待って、ラダーンとミケラがタッグで襲ってくんの？それが事実だとしたら終わりだよ、 DLC は。エルデンリングがここで終わる。嘘だろ、さすがに。モーグの肉体でラダーンの魂が降りてミケラとタッグって、なんだその俺が考えた最強のデミゴッドは。ありがとう、お前のおかげで吹っ切れた。アンスバッハ殿にも感謝を伝えてくれ。そして次は戦場でまみえようとな。その時は弓も良いが、ぜひあなたの刃をお持ちくださいと。おお、なんか盛り上がってるところ悪いんだけど。お、黄金獅子盾、ありがとう。あとは戦うだけだ、ミケラ様のために。おい、とんでもねえことになっちまうぞ。このメッセージを俺まだ読んでないの。メッセージがあるってことは、ま、エルデンリング名物が炸裂する可能性があると思うんだけど、慈悲をさらわれた巫女たちに。多分だけどね、わざわざミケラのリングを DLC 発売と同時に配ったのはこの瞬間のためだと思う。絶対そう。開け。違うの？違うの？え、絶対マリカとはラダゴンであるみたいなさ、回帰性原理を使った時みたく。なんかそれとも呪文か？彼方からの回復。どう？あ？なんもないか。彼方からの怒り。で、重なり合う氷。わからん。この先ジェスチャーが有効だ。やっぱりジェスチャーだよな。ジェスチャーだと思ったもん。アホみたいじゃん、俺。せい。もうやだー。絶対これ。絶対これだわ。これでしょ、絶対これだ。ボニムラで拾ったんだよ、そういえば。絶対これだよ。絶対これ。絶対これ。来た！はぁ、マジで超かかった。これでいけるでしょ。ようやく。え、ちょっとメッセージ見ちゃったけど。まあ。いけないで積むよりは良かったんじゃないか。多分、エルデンリング、未踏の、最後の未踏の地だと思うから。ああ、存分に楽しもう。え、待って。おい、待て。おい、ツリーガードおるやん。ツリーガードパイセンおるやん。ちょっと待って。トレント興奮しすぎ。トレントが。トレントも大興奮じゃん。影の地でパイセンに出会うとは。おせっ、きたー。え、待って、二人かい。今さらツリーガードごときに俺負けねえよ。よし、さあツリーガードであります。かつて全てのエルデンリングプレイヤーに敗北を刻みつけたツリーガード、ただれた呪霊とともに多くの汗人の足をリムグレイブに打ち付けたことでしょう。そのツリーガードが DLC のさらにはその秘境にて再登場するという、序盤のライバルが終盤に覚醒するかのような、そんなノスタルジーとカタルシスを感じながらロングソードで切りつけていくわけでありますが、序盤の敵とはいえここは影の地、尋常ではない火力で汗人のヒットポイントを容易に全損させてくる。構え3発でダウン、変わらないその姿はボスでありながらもなんだか嬉しくなってくる。影の地にいようが、リムグレイブにいようが、アルター高原にいようが、何一つ変わらずに襲いかかってくる。
序盤のスライム最初の鳥ポケモン、変わらないことがここまで嬉しいこともそうはありません。ありがとうツリーガード、また戦おうどこかで。最高だやはりツリーガードって最高ですわ。思い出したエルデンリングの楽しさを。そうだ、エルデンリングって面白いんだ。